姫路上場壁のはざま。外側になるほど狭くなっており、内側にいる、打ち手からは動きやすく、敵からは狙いづらい作りとなっている。はざまとは、主に日本の城の天守や矢倉の壁面、塀などに開けてある、防御用の穴や窓のこと。縦眼、方門とも、内側から外側に向かって、円形、三角形、正角形、長方形などの穴が開けられており、 戦闘の際はそこから、弓矢や鉄砲などで攻撃した。利用する武器で分類した場合は、矢様、ま、鉄砲狭間、ま、大砲狭間などと呼ばれ、弓矢ならば、縦長の長方形、鉄砲ならば、円形、三角形、正方形というように、武器に適した形状に開けている。窓の形で分類した場合は,丸は、ま、丸狭間、菱形狭間、ま、将棋、駒形狭間、ま、亀甲形狭間、 絵馬形狭間、甲狭間、箱狭間などと呼ばれた。このほか、岡山城、大阪城にある塀の下の石垣の転売石に、切り込みを入れて開けられた石狭間や、今治城にあった石火矢ザ間のように武器に合わせて、窓を大きくしているものある。姫路城や彦根城の城壁には、敵が近づくまで狭間としての役割を隠す、隠し狭間と呼ばれる、鉄砲狭間があり、 普段は漆喰によって窓が塞がれており、一見すると外からは壁にしか見えないようにカモフラージュされているが、敵が攻めてきた際は漆喰を内側から突き破って建物内から攻撃することができる。より視覚を減らすためになど設置の仕方を工夫しているものもある。江戸城や大阪城などのマ型門、高知城のお手門の塀の狭間の配置など多くの例があり、 長い路地の場合、左右の塀の狭間から攻撃も可能。狭間は、多くの場合、外側にいる敵を狙う小窓であるが、例外として、姫路城の大天守内部には、敵が侵入した際、隠れ部屋の壁から狙う狭間があり、いわゆる城の外側を狙うのではなく、部屋内の敵を狙うものであり、路上線が崩れた後の想定、すなわち、 最後の最後の抵抗目的で作られたものもある。城内に侵入した敵の油断をつく狭間である。狭間の構造は矢倉、倉土塀、練り塀で異なる。矢倉の狭間は、狭間の内部が室内であることからとに当たる蓋が取り付けられ、開閉が行われる。すでに述べたが、開閉せずに漆喰で蓋をして締め切ってしまうものもある。土塀の場合は、 木の枠をこしらえてはめ込んで開けるものとネリベート、同様に穴の内部まで漆喰で塗り込めてしまうものがある。いずれも壁の厚さは2 0センチメートルから3 0センチメートル程度あり、壁土の中には小石や瓦礫を詰めて防弾性を高めた。中には名古屋城のようにケヤの板を仕込んだものもある。姫路城は かつて鉄砲狭間が2500カ所から4000カ所以上あったとされ、戦時下では最大で4000人もの鉄砲隊が活動できるよう想定して作られていたことがわかる。いわば狭間の数は、牢城戦においてどれだけの急兵、砲兵の数が活動できるかも示している。鉄砲戦を想定して築かれた松本城でも鉄砲狭間の数は115であり、 松本城の約35倍の数にもなる姫路城の狭間の多さがわかる。これは松本藩が5万国以上の中藩で姫路藩が50万国を超える大藩、すなわち財力、兵数を養える規模にも影響されると言える。高知城では本丸に備えられた狭間だけで61あり、本丸を囲まれた際も61箇所から攻撃できる。 設計になっている。ヨーロッパなどにも、やや銃を発射するための狭間があり、アロースリットや、ループホールという、似たようなものにクレノーがある。通常、メルロンでない開口部をクレノーというが、クレノーもまた狭間を意味するフランス語である。城壁や、メルロンに、各種のループホールが切られた。アロースリットは、紀元前212年から214年に、 白草包囲に対抗するアルキメデスによって発明されたものの一つである。12世紀後半に見直され、13世紀に一般化した。縦方向に長く切ったものや短い縦長方形の狭間をはじめとして、十字に切ったものや横に長く切ったものもある。縦長の狭間は矢ざまで、日本式の狭間と、機能や用途は同じである。横長の狭間は、 石弓用の狭間である。敵からの攻撃を防御しながら、超級兵と土急兵が射角を得るためフィッシュテールという三角形の空間を設けている。水平の隙間は射撃手の視界のためのものである。ループホール、クレノーにはアンブラジュールと呼ばれる狭間の蓋が取り付けられ、日本城郭の袴型の石落としのように上部を覆うだけのものから回転式で開閉するものもある。 ありがとうございます。